安藤さん、先ほど役柄ちょっと話しづらいということもおっしゃってましたけれども、ここまでは言っていいですよと言われているラインがありまして、ある日突然理由もわからず失踪してしまうという幼児ですよね、はい、先にですね、マスコミですとかライターさん、この作品ご覧になった方から、その安藤さんのふと消えてしまいそうな儚げな雰囲気に妙な説得力を感じたというご意見が相次いだそうなんですけれども、はい、役作りにおいて意識されたこと、安藤さんどんなことがありました？まあでも多分無意識に多分やったような気がしますね。結構なんか周りの友達とか知り合いからもなんかすぐいなくなるとかすぐに消えるっていうようななんかキーワードが確かに あったような気がするなと思って、メールとか見返した時に、だからそれをなんかこう感じ取ってくれたのか、多分田中さんが自分のことをすごく、この人がいいんじゃないかって言っていただいたみたいで、ちょっとすいません、本当これ1枚でも見づらいんですけど3枚あるこれ見にくいよね、見づらい、そうですね、だから俺なんか隣なのに小野さんが綺麗に見えるもん。めっちゃ綺麗ですね。見にくいし、こっちから見てみます。ああ本当だ、いやめっちゃ綺麗っておいお前ら、おめえじゃねえだろう。いやなんか本当に、僕はちょっと昨日初めてこの映画を見て、自分の映画とか自分が出演する作品って本当に見づらいんですよ。だから連ドラとかも全然見ないで、そのままこう演じたりとか取材受けちゃったりとかするんですけど、でもちょっと田中さん主演だし、田中さんがいらしたらと思って申し訳なくかったんで、ちょっと見たらまあいなかったっていうことだったんですけど、一生懸命見たんですけど、まあでもそうですね、ちょっとなんか自分はそのまあ消えてしまう、あれこれは言っていいんですよね、言っていいです、消えてしまう役だったんで、でもまあちょっと夫婦だっていう役も言っていいんですか、あれあやべ、どこまで言っていいのか分かんないです、大丈夫です、あ、いいんですよね、はい、いや本当にすごく胸が痛くなりながらも、多分どん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 帰りづらくなるなっていうのが思いましたね。なんかやっぱり自分やっぱ強すぎる女性がちょっとすごく苦手で、ちょっと怖いっていうのがあったんでそれちょっとなんかこう消える気持ちもちょっと分かるっていうか、残す方も悪いと思うんですけど、消える気持ちもちょっと分かるっていう、ちょっとなんか両方の気持ちがすごく分かりました。そんな映画じゃないですよね。あれすいません、ちょっと今小野さんがどういった表情で見つめられてるのかが気になってしまってそうなんですよね、ちょっと、ね、やっぱちょっと強すぎて、ちょっと自分にはこれあってよかったです後でね、そうそうそう、危ねえなっていう